さてね、小さい頃はこちらでお過ごしになってたということですけども、はい、となるとドラゴンズの試合ももちろん僕はもう根っから名古屋球場ですね。あ、名古屋球場派。はい、名古屋球場の時からずっと小さい頃あのドラゴンズの応援は来てました。ああ、そうなんですね、はい、嬉しいですよね皆さんね。そんな選手が帰ってきてくれたっていう。どんな形で応援してたんですか？あの、まあ、今じゃ考えられないですけど、もう自宅で広告とか新聞を切って紙吹雪を作って持っていくっていうのが、まあ、自分の父親との恒例で一緒に作ってよく名古屋球場に行ったなっていうふうに覚えてますけど。あれ切ってたんですか？あれ多分自分で持ってったと思うんで、僕はその記憶があるので、で一生懸命自分小さいながら切って持ってったっていう記憶はありますけど。はあ、あれね、あの今でこそねやっちゃいけないんですよねきっとね。なんか昔やってたっていう方どれぐらいいらっしゃいます？あ、いらっしゃるいらっしゃる、はい、よかったですね。なんか分かち合えて嬉しいですよね。大野選手もやってたんですよあれ。結構じゃあブワーって投げてたんです？そうですね、あのなんかもうみんな投げてたんで、ああ投げていいんだっていう子供ながら、はいはい、もうあのその掃除する人のことも考えないでどんどん投げてました。やってましたよ、はい、珍しいですよ。ドーラさんがやめてくださいってね、珍しい形だこれ。これは NG ですね、はい、当時ですからね。あ、やってらしたんだ。他にもなんかいろんな名古屋球場ならではの文化ってあったじゃないですか。文化、あー、まあ、あの飲み物で昔そのペットボトルじゃなくて紙パック の, あの蓋するところにこういうなんか止めるやつがあったんですけど、それを昔いっぱい集めて帽子にこうやって貼ってつけてかぶってたなっていう記憶はありますけど。あれやってたんですか？やってました。あれやってた方結構いるほら。はい、やってたんだ。まあ根っからのもドラゴンズファンだったんで嬉しいですよね、はい、へえ。あれ何個ぐらいつけてたんですか？いや、もう帽子が全部こうなくなるまでですか？埋まるまでです。あれ埋まるまでつけると結構重たくなってくるんじゃないですか？そうなんですけど、うん、まあ、それがなんかちっちゃいながらかっこいいと思ってたっす。はあ、はい、そうなんだ、はい、嬉しいな。やっぱ地元のね選手って香りがしますけどもね。かっこいいなって言えば